お互いの表情が分かるほどの深い距離で編隊を組んでいます。時速およそ450キロの速度で海上正面を右方向に通過していきます。海上正面に進入してまいりました。大きさと大きさの間隔をご覧いただけたでしょうか。ピッチアウトという方法で検体を抜き、1機ずつ滑走路へ侵入します。